ケネス・オメルは、ナイジェリア・アビア州出身のサッカー選手。リーガ・エスパニョーラシー・ディ・レガネス所属。ポジションは DF。ナイジェリア代表。2010年から、ベルギーのスタンダール・リエージュ・ユースでプレーし、2012年1月、イングランドのチェルシー・ FC に移籍し、すぐに、オランダのアドデンハーグに、レンタル移籍した。2014年1月7日、イングランドのミドルズ・ブラ・ FC に、 レンタル移籍した。2015年7月21日、スユペルリグのカスムパシャ SK に1シーズンのローンで加入した。2016年8月31日、アランヤスポールにレンタル移籍した。2017年8月25日、チェルシー FC との契約を2020年まで延長した上、カスムパシャ SK に1シーズンのローンで加入することが発表された。 2018年8月15日、CD、レガネスにシーズン終了までのレンタル移籍で加入。2019年8月13日、レガネスに完全移籍することが、クラブの公式サイトで発表された。契約期間は5年間で、背番号4番を着用する。2009年10月、母国開催となった U-17W 杯を戦う。 U-17 ナイジェリア代表に招集された。初戦のドイツ代表との試合で得点するなど、決勝まで全試合スタメンフル出場を果たし、ナイジェリアの準優勝に貢献した。2011年7月、コロンビアで開催された U-20 ワット杯に出場した。2013年1月、自身初のアフリカネーションズカップに参加。南アフリカでの開催となった、 この大会でナイジェリア代表は決勝まで進出。決勝でブルキナファソ代表を1-0で破り3回目の大会優勝を飾った。また、オメルオは全試合フル出場を果たしている。ありがとうございます。